オルソジアデトクンボファスバはナイジェリアの元短距離走選手である。2004年に開催されたアテネオリンピックの男子400メートルリレーで銅メダルを獲得した。100メートルの元アフリカ記録保持者、ナイジェリア人の父とジャマイカ人の母の間に生まれる。母は1976年モントリオールオリンピック男子200メートル金メダリストで、 あるドンク・クオーリーのいとこで、元陸上短距離走の選手だった。2006年3月10日に行われた、世界室内陸上選手権60メートルでは、主要世界大会で自身初のファイナリストになり、4位と同タイム差ありの5位に入った。2006年3月20日に行われた、コモンウェルスゲームズ100メートルでは、優勝したジャマイカのアサファ・パウエルと0秒ハチ差の2位に入り、 銀メダルを獲得した。2006年5月12日にドーハで行われた大会の100メートルで追い風秒速1.7メートルの好条件の中9秒85のアフリカ新記録をマークした。これはナミビアのフランク・フレデリクスが保持していたアフリカ記録を約10年ぶりに更新する快挙であった。なお、この大会では アメリカのジャスティン・ガトリンが9秒77の世界大記録をマークして優勝している。2007年8月26日に行われた世界陸上選手権の100メートル決勝では3位のアサファ・パウエルと0秒11差の4位に入り世界陸上選手権の100メートルにおけるナイジェリア最高成績を更新した。2008年に行われた世界室内陸上選手権では 60メートルで優勝。自身初の世界タイトルを手にした。これは世界室内陸上選手権60メートルにおけるアフリカ人初の金メダル獲得だった。2008年5月に行われたアフリカ陸上選手権の100メートルでは3連覇を達成し、アフリカ陸上選手権の100メートルを3度制した初の選手になった。記録欄のうちの数字は、 風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は、当時のもの、フォーカス・オンアスリーツ、オラス・ジー・フォース・バ、IAAF、2008年8月3日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2017年9月15日閲覧。はじめは、9秒76の世界新記録として、報じられたが、正式タイムは9秒766で、後に9秒77に訂正された。 なお、ガトリンのドーピング疑惑に伴い、この記録は現在では抹消されている。A1st for アフリカーズフォスバウィンズ60メートルゴールド。IAAF 2014年10月11日閲覧。メルコムウッドスプリンツディファー45000メートルタイトル。アフリカンチャンピオンシップスデーに。IAAF 2014年10月11日閲覧。ありがとうございます。